真空ジェシカです。ツッコミガクがド M に目覚めたのは小学生以来、ド M 街道を邁進中。昨年 M1 でも決勝6位の実力派若手コンビ真空ジェシカです。僕女の人にいじられるのが好きなんですよ。いじられるって別にエッチな意味じゃなくて、お笑い的な意味で冗談でからかわれるみたいな、そういういじられ方されるとすごいなんか性的に興奮するというか、でもそうか、性的に興奮したら結果的にはいやらしい意味になるから、まあでもその入り口は全然そのいやらしい気持ちじゃなくて、結果的に性的に興奮するんで、まあ結果的にはいやらしい意味になってしまうんですけど、恥ずかしい思いとかするのもすごい好きで、お笑いとかやってるとやっぱこう舞台上でなんか滑ったりとか恥かいたりすることがあって、でそういうの見てもらいたいなっていう気持ちがすごい強くて、でもコントじゃダメなんですよ。役にこう逃げれるっていうか、漫才だとこれ生の自分に近いっていうか、生の自分が恥ずかしい思いしてるなっていう感覚が近いんで、だから僕、漫才やらせてもらってて、だから今日のこのド M ネタとかも事前にこれは言っちゃダメだよとか縛りがあって、これもう始まってるなっていう感じして、そこでそういうことかって、ここでも楽しませてもらえるんだなと思って、で今日もそのなんか いろんなカメラで僕 その滑ってるところとかを撮ってもらって、でいい近くなるべく近くで僕 その恥ずかしい思いしてるところとかの声もいい音声でこれ届けてもらえるのか、これすごい嬉しいなと思ってて、さすが ABEMAさんだなって思って、ABEMAさん地上波の一歩先を行ってるなと思って、今地上が隠れてましたね。地上が隠れてましたけど、じゃあ全部そのいろんな含めてこのいい仕事だなって思ってるんですよ本当に。言うとしたら僕滑ってる音いっぱい拾ってもらって嬉しいのは僕の方だから、見たらわかんだろそんなの。あとそんな放置されたら嬉しくなっちゃうだろなあ、喜ばすようなこと言ってくんな。おい、 YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニータチを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。